はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは花合わせ作なんですけども、これちょっとややこしいんですよ。花合わせ作っていうのは出るんだけど、水地編、姫うつり編、からくれないうつつ編、いろは編のね、4つが出るんですよ。その4つが出て、あとそれも全部まとめたパッケージも出るんですよ。コンプリートセットっていう。なので、一応4作品の紹介ということになるかと思います。だからこれキャラクター4人いるんだけど、多分右側にもう1人いるな。このサイズだと見えないけど、このサイズで良かったのかな。まあまあいいや、ちょっととりあえずこのままいきますね。あれ出てた今これ。あれロゴ出てた今。出てなかったよね。花合わせ、作。花合わせニュームーンって書いてありますね。これニュームーンって読むのかな、作でいいのかな。まあいいや。で、全4巻。2023年10月26日発売ということになっています。で、これいきなりもうこうなるのか。操作マニュアルとかいいよな。イントロダクション、はい。乙女系最前線コンテンツを送り出しているイラストレーターゆらしと、プロジェクト月に村雲花に風による、花札、花札、花札って読むのか、この花って書いても花か、まあ、花って読むんだけど、花札をモチーフにした、花と水たちの禁断の恋物語、オーソドックスなテキスト ADV と花札バトルパートが楽しめる人気乙女ゲームが任天堂スイッチに登場。アドベンチャーと花札の組み合わせというとね、なんかちょっと PS1 の時代にね、ありましたけどね、道のくなんちゃんとかね、ありましたけど、これはどっちかというと女性向けですもんね、乙女ゲームだから。女性が今の時花札やんのかなって感じもするけど、まあいいや。で、移植版、だからこれは PC で出てるタイトルの移植で4タイトル別々で出ると。で、移植版の追加要素、書き下ろしショートストーリーが追加。各編にメイン攻略キャラとの新規書き下ろしのショートストーリーが追加されました。ヒロインの甘いひとときが描かれます。で、移植版いろは編追加要素。いろは編だけ追加があるのか。ドラマ CD、カラクリシリーズのノベルモードか。ブックレットに収録された SS とボイスドラマのテキストが一つのノベルコンテンツになりました。CD では描かれなかった主人公の反応などが追加されています。ノベルモードには、音声は収録されていません。なるほど、単なる読み物か。でもこういう入り方をしているということは、もしかしたら全体ボリュームがいろは編が一番少ないのかもしれないですね。で、花札バトルパート河川はシステムを全4巻統一、より遊びやすくデザインも一新、多言語字幕に対応、日本語英語反対中文簡体中文、ボイスは日本語のみとなりますと。で、全4巻同時リリースと初回生産限定版パッケージ、まあ、全巻収納サンホーゼケースが付くっていう以外は何もないみたいですね。これを見た感じだと。あ、詳細はこちら。あ、そういうこと。そういうこと。19,200円。ちょっと待って。まあ、まあ多分4つ合わせた金額なんだろうな。ちょっとこれ後でいいや。これ以外なんか見るものあったっけ。ストーリー、乙女の祈りで花が咲く。ここなんもないのかな。まあいいや。なんだっけ、水地編、姫移り編、これがからくれない編、あ、うつつ編かの3つは、花札を用いた札遊び河川、その特殊な花の力を引き寄せるのは一部の能力者カエイのみ。彼らの多くは男性であり、学園内に限り唯一の力を持つ5人の五行と呼ばれ、立てつま、ん？崇められているか。
本作は稀有な才能人材を輩出する、なんだっけこれ河川か河川国立学園を舞台に繰り広げられる五校の男性たちと彼らに身を捧げる乙女の物語である。だから多分プレイヤー自身がヒロインで、そのこのなんだ水地姫移りからくれないうつついろはの5人がいるんだけど、4人と1人がちょっと特殊ななんか違いがあるのかなっていうのと、からくれないとうつつっていうのはもしかしたらこう短いストーリーなのか合わせて一つのストーリーなのか、ちょっとこれはよくわかんないね。これだけだろうね。でちょっといろは編だけ違うな。巫女の前に現れた少女ひなたと少年2の2人との、接触により決して結ばれることのないいろはと巫女の運命が動き始める。どういうことだ全然わかんねえ。万よりは近く千ほども遠い奇跡のを要する望月の再会、それでも2人が合わされば幾千万の奇跡が一つとなり巫女が生まれる。よくわかんないな。いろはと巫女、巫女って誰？プレイヤーかな。巫女、巫女ひなた、わかんない、誰なのキャラクターということで、とりあえずこれがいろは、いろは、ああそっか、それぞれに出てるよってことで、水地からくれない、あそうかそうか、こういうことか。 3つの辺とこのいろは編ではちょっと扱いが違うのかわかんねえ。ただ服が違うだけのように見える。で、あこれはもう全部違うんだ。まあまあ、あのポーズ一緒で服だけ違う。まあまあそうなんだけど、文章は、あこれは3つしかないか。お、ああなるほど、説明文も変わってるのか。なるほど、はい、よくわかんないけど、うん、なんだろうな。まあいいっす、はい、いいっす。あとそれ以外に、あれ接続されてないって出ちゃったあれマジっすか。ちょっと一回戻ろう。本当に、ああ出てた、よかったよかった。別にこれはプレイヤーのキャラクターってわけでもないんだよな。2の、あ、2の、これが2のか。で、これが日向か。あ、これが、あ、そっか、主人公が巫女なのね。なるほど、はい。とある事件をきっかけに花たちが、通う、なんだっけ、河川国立学園へのと編入する少女。器用ではないが物事にはまりやすい性格で花合わせの世界を知り没頭するようになる。趣味は料理と、なんだこれ、裁縫とカードゲームで、これが今の水っち編と空うつり編で、からくれないうつつ編だと、なんだか高校1年に在籍しているがとある事件がきっかけに、河川国立学園へ編入。まあ書いてあることはここは一緒か。ちょっと違う、ちょっとずつ違うのかな。いろは編は、常世の、うん、でいいのかな、世界の呉市に住んでいるごく普通の女の子、おてんばでまっすぐな性格を持ったことははっきり言うタイプ。なんだろう、随分、まあ、一番遡った時代から書かれてるのかな。まあいいや、なんかそれぞれ、なんだろう、こう、同じ時代の同じ状態から、こう、枝葉で、こう、4本遊ぶんじゃなくて、それぞれちょっと時代が違ったりする設定っぽいですね、見た感じ。で、ギャラリーは、あ、そっか、それぞれ違うんだもんな。
ちょっとめんどくさいけど、このシステム画面だけ見とこうか。はい。いやいや、それ見せられても。これ花札の画面か？これ花札の画面だよな。で、まあ、アドベンチャーパートだよな。まあ、そんな感じで、まあ、アドベンチャー系のゲームが、で、各種パッケージイラスト。まあ、統一感はあるのかな。特に4枚こう横に合わせてとか、そういう作りにはなっていないっぽいです。ということで、初回限定、生産限定版、これが、つまりジャンルがおかしいぞ。巡り巡る月と乙女の、花札恋愛 ADV ということですが、これ19,200円っていうのをちょっとそれだけ覚えておいてください。で、こっちは、まあそれぞれね、花合わせ咲く水地編、花合わせ咲く姫からき編。これは両方とも2023年10月26日発売で、巡り巡る月と乙女の花札恋愛 ADV。で、パッケージ版は両方とも4800円になってて、セロ D となっています。で、さらに、こう、下に行って、花合わせ咲く、からくれないうつつ編と、花合わせ咲くいろは編はそれぞれ2023年10月26日発売で、巡り巡る月と乙女の花札恋愛 ADV で、パッケージ版は4,800円で、セロ D、 両方ともセロ D になってる。だからまあセロ的にも同じだし、パッケージ的にも全部価格が一緒なので、まあある意味なんかこれ難しいよね。何も知らずにどっかから買うっていう買い方だって、最終的に全部こう遊ばないと分かんなそうなイメージもあるけど、何なんだろうなこれ。まあでも全部欲しい人は多分まあ最初から限定版買うんだろうね。限定版買っても結局のところ外箱がつくだけで、あの値段が一緒だから、まあそういう、ね、まあこういうのはね、こうこのタイトルは売り切れてるけど、このタイトルはね残ってるとか、ちょっとこれが人気があるのかとか、そういうのが出るのかな。でも多分そういう意味での2人とかにしてないよね。何なんだろうね。ちょっともう少し詳しく分かんないと、このなぜ一つのところに2人入ってるのかとか分かりにくいよね。という疑問だけが浮かぶ今日この頃です。まあちょっとね、僕もこれを今やるぜって感じにはなんないけど、でもパッケージのタイトルとしては、まあ安い方のタイトルだけど、なんだろう、こう合わせて一本にはできないボリュームがあるのかなってとこはちょっと気になりますよね。はい。まあどうしても、ていうか最初からね、欲しい人はもう限定版買ってください。そんな感じです。はい。